さんこんにちは、リコです。本日はですね、デレデンデレデンデン、こちらユニクロさんでこれからの季節、秋冬に向けて使えそうなアイテムを3点買ってきたので、そちらのご紹介をしたいと思います。そして後半にはですね、そのスライさんの新作のお洋服を用意したので、ユニクロさんとスライさんのものを着て、ちょっと軽くコーディネートというかしてみて、こんな風に着てみますみたいなのもちょっとちらっと紹介できればなという風に思っております。それではまずユニクロさんで購入したものを紹介します。これ買った、2つ同じものを購入しました。リブハイネックティーです。M、 私は M なので M サイズを2つ買いました。値段なんと1500円。安そう、嬉しい。ちょっとハイネックになってんの、ここが、まあ、これは私毎年ハイネックめちゃくちゃ使うんですよ。あのがっつりハイネックのも着るんだけど、この短いやつとかって結構もういっちゃえば、襟があるシャツとかの中にでも着てもそんなおかしくないし、パーカーとかでちょっと中から見えるのも可愛いしっていうので、本当に万能なの、この無地のユニクロさんのやつ。毎度毎度お世話になっておりますが、今回もすごい安かったし、空張りもめちゃくちゃあったのでちょっと買っちゃいました。そのうちの空張りのね、もう一つはこれなんです。でも小色ってほんと肌なじみがいいので、浮きすぎないというか、私何にでも合わせやすいっていうのがすごくいいので、こちらを購入しました。そういうなんかカラーもあったし、こういう使える本当に白とかそういうのもあるので、自分がよく使うなっていう色を2つとか3つとか購入しても、1500円なんでめちゃくちゃいいなと思ってこちらを購入しました。私結構ユニクロさんだとメンズのものも買ったりするんだけど、今回は両方でレディースの方で選びました。でもう一つはこちらです。こちらボーダー T シャツ、そのまんまだった、長袖、1990円。これ可愛くない？私さ、最近撮影とかでボーダー着させてもらうことすごい多くて、街中でもよくさ、なんかおしゃれなお姉さんとかこういうのデニムとかに合わせて着てて、ボーダーいいなーってちょっと思ってたから今回もう買ってみました。これね、今白に紺のボーダーなんだけど、私が買ったのは白に赤のボーダーもあったし、黒地に緑とか、結構ボーダーの空張りもすごくて、とりあえず私はちょっとなんか割と定番な色なのかな、この紺白のボーダーはを購入してみました。なんかいろんな着こなしができるなっていう風に思ったので、使えそうだなと思ってこちらを購入してみました。なんとこの3つで5000円ぴったりです。ぴったりショー、1着で5000円とかも全然あるのに素晴らしいね。ほんと幸せな気持ちになれる。こちら3つで5000円の買い物でした。それではスライさんの新作とともにちょっとコーディネートしていきたいと思います。来てくるぞ。はい、ということで着てみました。こんな感じです。これはこんな感じでショーパンになっております。これちょっとインしてこんな感じで着ております。サイズ M で身長157cmぐらいの私で着て、こんな感じです。やっぱここの開け具合も本当にいいし、あと最近髪切ったんですよ、次の仕事に向けて。だからこういうショートとかだと結構首元がすっきりして見えるから、ありがたい商品。このね、ショーパンどっちもトレンドのアイテムをちょっと取り入れてみました。足元はなんか普通にちょっと膝下ぐらいまであるブーツとか履いても可愛いし、スニーカーになんかおしゃれな靴下とかでも可愛いし、まあ割と全体的にカジュアルなコーデにはなってるかなと思います。ちなみにこれに羽織を合わせるとこんな感じになります。ロリロリロリン、マスタード色のカーディガン、ショート丈、結構ね生地しっかりしてるからあったかい。これ1枚着るだけで、これ最高じゃない？めちゃ可愛いんだけど、めちゃめちゃ可愛い。やっぱこのデニムと、この濃いデニムとこのマスタードとか黄色っぽい色の相性ってめちゃくちゃいいよね。ち
ちょっとなんか生地がほんとおしゃれな感じで、でボタンとかもおしゃれ、かわいい。やっぱちょっとハイウエストとかになってるパンツとか履くときはこういうショート丈とか合わせてあげた方が全体のバランス良くなるし、綺麗に見えるラインが。こんな感じで後ろから見てスッキリしててかわいいです。ということで1着目、こちらのボーダーの T シャツに合わせたコーディネートでした。じゃーん、こちらです。着てみました。こんな感じだからさ、ハイネックってさ、あの長いやつ着ちゃうと結構首が詰まって見えて、あ髪の毛で結んだ方がいいなとかなるんだけど、こんぐらいちょっとちっちゃいタートルネックだと首もすっきりして見えるし、こうやって髪の毛を下ろしててもすごい重い印象にならないので、ちょうどいい丈だなっていうふうに思います、ここのハイネックの丈感が。でこれは下はですね、まあ実際見るとオフホワイトっぽいパンツになってるんですけど、これはこのスライさんとリーのコラボのもので夏頃に買ったアイテムになっております。合わせてみました。ちょっとゆったりしてる、こんな感じで、なんかそのバランスが、上は割とぴったりしてるけど下はちょっとダボっとしてるみたいな感じで可愛いなと思って合わせてみました。こんな感じです。そしてさらにこれも新作、これめっちゃ可愛い、こんな感じの可愛い、こんな感じです。パンツとこのアウターの色を白で合わせて、この差し色みたいな感じでこのポイントになって可愛いなっていうコーデになっております。はい、ということで続いてのコーデに着替えていきたいと思います。3コーデ目はこちらです。さっきのあのタートルネックの色違いの白の方を合わせてみました。このワンピース可愛くない？ミニ丈ではあるんですけど、結構なんかね、すんごいウエストがきついわけでもないし、かといってエプロンみたいにカパカパしてるわけでもないし、すごい綺麗なラインのワンピース、ミニワンピになっております。可愛いこれになっております。これ実はちっちゃい黒のカバンとか持って、ロングブーツとかマーチンとか合わせても可愛いなって。これなんかちょっと生地もモフモフしてる感じの、なんか可愛い生地感になっております。でちょっとモノトーンなお姉さんな感じのコーディネートになっております。はい、ということで本日はですね、ユニクロのこれからもう秋服ですね、がっつり使えるアイテムを3つご紹介していって、それに合わせてスライさんの新作とちょっといろいろ着回しというか、いろんな着こなし方があるよっていうのを紹介していきました。両方とも本当にすっごく可愛くて、結構組み合わせも簡単に選んでみたので、皆さんもぜひ真似してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。